街行く皆さんに聞いてみました。ひな祭りの思い出は？ひな祭りとか人形とか飾ったりされますか？知ってますね。娘いるので。ちっちゃめの。15体のフルサイズだけどちっちゃいんです。もうね、貧乏だったので、そのおひな様のお人形でなくて掛け軸でした。ふすま1枚分ぐらいの掛け軸でしたね。悲しかったの覚えてます。ごちそう作ってくれて、ケーキとかもあるので、なんか自分の誕生日じゃないんですけど、ちょっとやっぱり誕生日ぐらい楽しみなイベントでした。はい。娘が生まれて初めてのひな祭りなので、自分の時よりもちゃんとしなきゃって思います。そんなひな祭りの主役、ひな人形にまつわる疑問が、モンスケ調査隊に寄せられました。ひな祭りの人形はどれくらいの時期に達していて、どれくらいの時期にしまっているんですか？まずは皆さんのひな人形を飾るタイミングはいつ？ひな祭りの日の1週間前ぐらいに出して、節分過ぎて少ししてから本当は出すんですけど、そのタイミング忙しかったりするので、ちょっと出しそびれて。家によってさまざまな時期に人形を飾っているようです。実際のところ決まりはあるのか、白石区にある人形専門店秋月を訪ねると、明確な決まりというものは実はございません。立春からですね、2月の中旬ぐらいまでに飾るのが良いのではと言われております。あとお日柄とか気にされる方は、大安とかですね、遠引きのお日柄のいい日にお飾りいただくようにお勧めさせていただいております。それでは人形をしまうタイミングはいつなのか、聞いた人の多くが同じ答え、同じ理由を口にしました。昔から嫁に行けなくなるとか言うから、3月3日終わったらなるべく早くって感じ。私は昭和31年生まれなんですけど、もうその時にはやっぱり長く出しとくとお嫁に行けないっていうので、早めにしまわなきゃなとは、誰から聞いたかはよく覚えてないんですけどひな祭りが過ぎたらすぐに人形をしまわないと婚期が遅れるという説。そんなことが起こるんですか？ひな人形をしまうタイミングについて専門店の宮下さんに聞いてみると、いつまでもしまわないでいるとですね、お嫁に行けなくなるとか、そういったものがよく昔から言われておりますけれども、実際は迷信でございますね。いろいろな説はあるんですが、いつまでも片付けないでいると、だらしなくなるからということで、しつけの意味を込めてですね、そのように言われ始めて、それが広く世の中に広まってそう言われているという。むしろ人形をしまうタイミングは天気を確認して行うべきだそうです。お人形というのはどうしても湿度とかですね、そういったものは悪影響を及ぼしますのでですね、3月3日過ぎてから天気のいい雨など降ってない湿気の少ない日に、おしまいいただくのがよろしいかと思います。今日の調査結果です。地域によって違いもあるんですけれども、一般的には立春、今年だと2月3日から2週間くらいの間に出して、3月3日が過ぎたら天気のいい乾燥した日にしまうのがいいそうです。なるほどね、うんうん、そして取材の中でこんな疑問も聞かれました。最近はお内裏様2体だけのひな人形をよく見かけますけれども、7段飾りのひな人形の方が正式なものなんでしょうかという疑問です。で、正式？実はひな人形は長らく神農飾りと呼ばれる2体が主流だったそうなんですね。ところが江戸時代末期から7段飾りができて、それが昭和に入ってから一般家庭に広まっていったそうです。なのでどっちが正式ということはないようですね。正式っていうのはないんですよね。大体こういうのは昭和に入ってからそのブームみたいなのがね、どんどん変わってきたりもするもんですが、